したいですか。ジャックは忙しくしているようですね。想像を絶する痛みですが、私の心は晴れ晴れです。いつかボルトハンターに助けてもらうのが夢だったのですから。つまり今日からあなたはこの聡明なクラップトラップの忠実なるしもべです。ジャックだ。話の筋書きを説明してやろう。まずボルトハンターが現れ、新しいボルトを探す。次にボルトハンターは私に殺される。なのに君は生きている。困ったものだ。ここは一つ自分で死んでくれないか。そうすれば余計な手間が省ける。頼むよ。目と回路が繋がりました。強そうなしもべととてつもなくかっこいいロボットが見えます。つまり私の身を持つ者がすぐそばにいます。
目を取り戻しましたか。素晴らしい。あとは私に取り付けてくれる人を探すだけです。私の顔面の穴に手を突っ込みたい気持ちはわかりますが、こういうことはプロに任せるのが一番です。ライアーズバーグのハマーロークに会いに行きましょう。よっ、二度と邪魔すんな。血の海で溺れたい。ライフや弾薬が必要なら自動販売機を使ってくれたまえ。どれどれ、困ったぞ。バウンティーボードが壊れている。レジスタンスがサンクチュアリに向かう前に切断したのだろう。君のために仕事を入力しようと思ったんだが、ライアーズバーグの人間はキャプテンフリントにフィーチャーするだろう。キャプテンフリントは時間をかけてじっくり始末してやってる。フリントとは以前に協定を結んだのです。評価地帯の死体から得た品々を渡す代わりに私をいたぶらない。もっと彼は約束を守りませんでしたが、上に止まったものがあれば言ってくださいよ。フリントを倒して船を取り戻し、サンクチュアリへ旅立つのです。こっちに行きましょう。てめえらはボンボンに吹っ飛ばされてぶっ殺されて、俺らはジャックからたんまり賞金をもらうってことに決まってんだよ。骨は俺がちゃんと拾ってやるから大船に乗った。どうかせに火をつけな。てめえらまとめてブーンだぜ。いいのが来るぞ。
私が脇にどいてからですよ。今撃てば私が大